チャンネル5をご覧の皆様、IWGA のギギです。よろしくお願いします。今日はにぎやかに皆さんいらっしゃってるんですけど、ここは放射能測定機器レンタルスペースベクビル柏店さんに今日も来ているんですが、ごめんなさい、プロジェクト名がですねちょっと長いんですけど、武田邦彦ブログ門下生による食品のベクレル測定ダダ漏れ放送プロジェクト A プロジェクトということで、今日は4回目で中継に入らせていただくんですが、芦田さんに早速皆さんの自己紹介をお願いします。皆さんこんにちは、 A プロジェクトの浅田です。今日は第4回 A プロジェクトということで、ゲストの方をお招きしました。まず先にご紹介させていただきます。震災以来、原発事故以来ですね、皆さんに安心な食品の指針をツイッターやサイトでずっと情報を提供してくださってきてくださった OK フードさん、皆さんよくご存知だと思うんですが、その OK フードのお二人にお見えいただきました。まず、はい、内山さんですね、代表の、代表、すみません、代表、代表というか、まあ、最近で2人でやってる感じ。サイトの方の管理人さんが、そうですね、はい、ヤギさんです。はい、ヤギと申します。よろしくお願いします。はい、すみません。そして内山さん、まあ、ロゴとかデザインとかあと企画とかをしてます。あと電話の問い合わせですねをやってます内山と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。後ほどお二人からいろいろお話を伺いますのでお楽しみにされておいてください。でまたいつものメンバーですね、 A プロジェクトの副代表、はい、大林です。よろしくお願いします。はい、そして湘南パパさんです。はい、今日もスカウトします。はい、そして測定のプロジェクトメンバーのユアさんですね。はい、こういったメンバーで今日お届けいたします。ではまず最初の、セットをしないといけませんので、まず測定の準備から始めていきたいと思います。今日のメニューはいですか？ツイッターで募集をかけてですね、いろいろ皆さんが気になっている食品を、伺ったところ、こういったようなところがありましたので、選びました。1番目プリン、2番目ゆずポン、3番目ブルーベリージャム、4番目バター、国産豚のひき肉、燻製されたハム、マグロ、チルドの焼きそば麺、そしてちょっと急遽決まったんですが、今ネットで話題になってしまった、山崎製パンというものを、今回測定したいと思います。では1回目の 3種類ですね、プリンとゆずポンとブルーベリージャムを、いたしたいと思います。では移動します。はい、はい、運んでいただいていいですか？はい、いいんですよ、いいんですよ。プリンからですね。はい、あ、いいです。はい、じゃあ、はい、お願いします。はい、いいですね。では、おかわりを測定の方法を簡単に説明していただいても大丈夫ですかね？そうですね、はいはい、まず重量を測らないといけませんので、はい、測りをセットします。もちろん容器の分も、引いていただくために、セットをしております。はい、ロットを、そうだ、ロットを見せないといけませんね、はい、それから、今日は森永の焼きプリンですが、製造番号がBCADBB ですかね。はい、ということでちょっと映してもらってもいいですか？開封前に一応お見せしたいと思います。はい、こんな感じです。こちらも同じですか？はい、4B945。ここではなかった？はい、ここですね。あ、これだと思うんですけどね、 BCADB だと、ね、はい、賞味期限が、3月の11日までという賞味期限になってますね、はい、これ昨日買われた、今日、これは今日です。今日ですね、はい、はい、じゃあこれを測定かけていきます。はい、森永の焼きプリン、ほろ苦カラメルソースというですね。皆さん卵が心配だとか、そうなんですね、そういったことでこういったものはお子さんに今食べさせてないっていうお母さんも多いのかなと思いますが、やっぱりお母さんが多いんですか、その募集して
これプロジェクト、はい、そうですね、あのほとんどが皆さん小さなお子さんをお持ちのお母さんたちで、うん